体を健康に保つアルカリ性の食べ物3種。心身の健康は、体の内面の健康から始まります。最も大切なことは、血液のバランスが取れていることです。アルカリ性の食べ物は、この内面の調和を維持するのに欠かせないものなのです。pH という言葉を聞いたことがあると思います。これはアルカリ度、酸性度を表す尺度で、0から14の値で表されます。このブログシリーズでは、体のアルカリ度、酸性度について、これまでにも何度かお話ししてきました。バランスが取れていると考えられる pH 値は 7.4 です。しかし、私たちの体の pH 値は、ストレスや不健康な食生活、環境汚染などが原因で変わってしまいます。結果として、何らかの健康トラブルを抱えることになるのです。今日の記事では、体の pH 値、そして体の健康を維持する方法をご紹介します。それでは詳しく見ていきましょう。毎日食べるアルカリ性の食べ物。今日ご紹介するアルカリ水は、どれも簡単に作ることができます。材料がシンプルなだけに品質の良いものを使うようにしましょう。レモンは必ずオーガニックのものを準備しましょう。アップルサイダービネガーに関しても同様です。水は水道水ではなく清清水を使用しましょう。健康食品店などで材料は購入できるでしょう。清清水は体に良い水です。味が滑らかなだけでなく、他の水に比べて塩素やフッ化物が少ないのです。もし、清清水が見つけられない場合は、ミネラルウォーターでも構いません。1. 朝に取り入れるアルカリ性の食べ物、レモン水重曹アップルサイダービネガー。1日のスタートに飲むに吐きつすぎると感じるかもしれません。気になるようであれば、材料を少し調整して飲みやすくしても構いません。朝の空腹時に朝食として飲むことが大切です。そうすることによって消化系の受容性がより良くなり、栄養がより吸収されやすくなるのです。大腸をはじめ腸のデトックス効果があり、消化を促します。体内の毒素を排出し、リンパ系を助けます。アップルサイダービネガーには血圧を下げ、トリグリセリドレベルを下げる効果があります。このアルカリ水の材料はどれも体のアルカリを保つのに役立ちます。材料。清清水1カップ200 ml 重曹小さじ1 5g アップルサイダービネガー、小さじ1、5g、レモン汁、レモン1、2個分分。作り方。1カップの水に重曹、アップルサイダービネガー、レモン汁を入れて混ぜます。レモンがきつすぎると感じるようなら、
好みに合わせて量を調節してください。使用する水はぬるま湯にしてください。その方が飲みやすいでしょう。2. 昼食前に取り入れるアルカリ性の食べ物、ピンクヒマラヤ塩入りレモン水。ピンクヒマラヤ塩を使ったこのアルカリ水は、ヘルシーなだけでなく、薬としての効果もあり、消化を促してくれます。作るには、ピンクヒマラヤ塩を用意しましょう。輸入食材店や健康食品店などで購入することができます。このアルカリ水にピンクヒマラヤ塩は必ず使いましょう。レモンと組み合わせることによってビタミン、ミネラルを豊富に摂取することができます。その中でもビタミン C、ビオフラボノイド、ペクチン、そして免疫系、消化系、心臓の機能に欠かすことのできないミネラルが含まれています。また、抗酸化作用が優れたオイルも含まれています。このオイルは私たちの体重をコントロールし、体液貯留を予防します。材料をレモン汁、レモン 1-2 個分分、ピンクヒマラヤン塩、一つまみ、1g。精製水1カップ、200ml。作り方。レモンを絞って、レモン汁を用意しましょう。使うレモンは、オーガニックのものを選びましょう。1カップの水に絞ったレモン汁とピンクヒマラヤ塩を入れます。30分ほどそのまま置きましょう。昼食前か正午前後に飲みます。また、頭痛がするときや疲れたと感じたときに飲むと良いでしょう。3. 夕食に取り入れるアルカリ性の食べ物。レモン入りアーティチョークウォーター。とても簡単なアーティチョーク療法です。アーティチョークが手に入ったら毎回作ると良いでしょう。アーティチョークを茹でた後の茹で汁には優れた効能が含まれています。私たちの体を健康に保ってくれるのです。レモンと組み合わせることによって、肝臓のケア効果、コレステロール値を下げる効果があります。また、このアルカリ水にはビタミンがたくさん含まれています。そのため、体重をコントロールするのにおすすめです。材料を水4カップ1アーティチョーク2個、レモン1個。作り方。片手鍋に水を入れて沸騰させます。アーティチョークと4つに切ったレモンを入れましょう。アーティチョークが柔らかくなるまで茹でます。茹で上がったら火から下ろし、ザルにあげましょう。お湯が冷めたら、夕食前にグラス一杯飲みましょう。気分が良くなるのがわかるでしょう。